こんにちは。今回は謎というね、テーマでご返信させていただきます。あの、宮迫さんがお金に関してきついよと、全然お金ないよって言ってるのを私もね、あの、ちらっと見たことがあるんですよ。そのタイトルだけなんですけども、一発で嘘だと思いましたね。<laughs> あの、理由はいろいろあるんですけども、一つはね、YouTuber ですから、金がないっていうことをアピールした方がやりやすいってことですよね。うん。で、もう一つはですね、あの、実はね、私のところにね、あの、 ま以前からね、動画編集やりませんかっていうので、いろいろとね、あのー、営業が来るんですよ。それは個人だったり、法人だったり、様々なんですけども、その中に、某元芸能人の編集をやってます、みたいな肩書きもあったんですよ。で、まあ、ズーム対談とかやらせていただいたんですけども、うーんとね、結局は、その宮迫さんそのものとは言いませんけども、はっきり言うとこの場ではね、宮迫さんの動画を、 編集したかる人っていいくらでもいるんでもんすよ例えば私は宮迫さんの動画の編集チームにいましたっていう肩書きが欲しいから例えば3ヶ月とか半年とかちょっと参加してねで辞めてそのネームバリューを宮迫さんのも私が編集しているんですよ編集してたんですよいずれかで営業をかけていくみたいなパターンなんですよ、まあ、そうなると宮迫さんがね編集チームを有料で扱ってるのかどうかっていうのはちょっと疑問なんですよね もちろん無名な人はねやっぱりこうお金を払って編集チームを雇わないといけないでしょうけどもあ全然宮迫さんの編集できるんだったら俺タダでやりますよみたいなねこれ堀江さんがねやってるんですよ結構堀江さんも別にギャラを払ってるわけじゃなくて一緒に仕事させてあげるよみたいな感じでねうんでいくら払えるっていうこともあるそうなんですよつまりは今のプロジェクトって社員として外注を受けたりとかそこで働くっていうよりも 一緒に仕事をさせてもらうってことがありがたいから、自分の能力を使ってくれませんか？っていう風なね形になってるんですよね。まあ、だからまあね。私は宮迫さんのその金がないっていうのは嘘だと思いますけどもまあ、控えめに謎と言っておきましょうか。うんどっちかわかんないんでね。宮迫さんの編集手伝えるんだったらギャラなんていりませんよ。みたいな人はいくらでもいると思いますし。あとね、お金払うんでやらしてくださいって人までいると思うんですよ。 そうううななっっったらに給料払ててるのかどうかどいうのはちなみにですね私の今ずっと大好きで見ている朝倉未来さんっていうね格闘家の方今多分格闘界ナンバーワンだと思いますプロモーション的にも実力的にもこの人がね、えー、と YouTuber やってて毎月の売り上げがあのいろんなもの込みで5000万から6000万らしいんですよで自分の編集チームっていうのはもともとの友達を あのこう巻き込んでやってるらしいんでですよねで自分の月収の10分の1を分配してるらしいんですよ。そうなるとみんなのモチベーションにもなるしで絶対利益は残るっていう形ですよねだから固定給で上げるってことじゃなくてじゃあ今月は3,000万だったから編集チームに300万ずつあげるねみたいな感じで5人使ってるらしいんで1500万じゃないですかそれ赤は出ないんですよね。であ今月は5,000万だったんで500万ずつ給料ねみたいな感じでやると。 そううするるとと高い給料を払うことによって経費圧縮ができるから結局手残りって一番多いらしいんですよね。まあ、そんな形でやってらっしゃる方がほとんどなんじゃないかなと要するに YouTube バーンとやりました編集チームにお金を払いますでも本体が赤になったら結局編集チームが雇えなくってみんなに迷惑かかるんで赤が出ないように最悪でも本体が残るようにはやるんじゃないかなと思いますよね。だから固定費が 別にかかんないわけなんでできるんじゃないかなと思うんですよ、うん、まあでも本当のところはわかりませんだから謎ということにさせていただきました本当はどうなんでしょうねうんまあでも吉野さんが言うように僕らはね編集ほとんどないんでやるにしても自分でやりますんでね自分ができる範囲でそれで自分の食い口はあるんで十分かなと人を雇うとその人の食い口まで考えないといけないしその人が10年年,年取ったらね10年前と同じ給料でいいかって言ったらそんなことないですから だから生涯のね賃金とか考えないといけないんでねきついですよね、うん、そんなこと考えるよりももっとお客様へのサービス考えた方がいいですからね絶対ねい、うん、ってらっしゃい。